地球近坊天体地球近傍小惑星地球横断小惑星 1990MU の高転軌道地球軌道と交差している地球横断小惑星とは太陽を中心とする太陽周回軌,軌道を交転する小惑星のうち高転軌道が地球の高転軌道と交差する小惑星の総称であるその定義上すべての地球横断小惑星が 地球近傍小惑星であり、将来的に地球に衝突する危険性がある。なお、特に衝突リスクが高い小惑星は、潜在的に危険な小惑星に分類されている。地球横断小惑星そのものの定義は、小惑星の高転軌道が地球軌道を横断することにある。地球軌道は完全な円ではなく、近日点が 0.983au。 演実点が 1.017au の大円軌道であるが地球横断小惑星はこの 0.033au の範囲内に光転軌道が交差するものを指す。その定義からすべてのアポロ群とアテン群は地球横断小惑星に属するがアモール群とアティラ群は属さない。このためアポロ群、アテン群、アモール群の包括的な定義である地球近傍小惑星はすべてが 地球横断小惑星ではない。逆に、すべての潜在的に危険な小惑星は地球横断小惑星である。2013年12月5日時点で地球横断小惑星は5968個存在する。1999XS35 の軌道は非常に極端であり、演説点は海洋星軌道の外側に位置する。ありがとうございます。